アロハイッチです。今回はですね、ハワイ島のホテルのご紹介ということで、ハワイ島の主要ホテル、特に西側になりますけれども、ハプナビーチから昔のシェラトン、アウトリガーホテルのところまでですね、主要なホテル全部で11個ございますので、今回はですね、8月12日から8月15日まで、いわゆるですね、お盆休みの3泊4日で料金を比較して、ランキング形式でハワイ島のホテル、主要ホテルをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するハワイ島のホテル11個はですね、北側から言うとマウナケアビーチホテル、ウェスティンハプナビーチリゾート、フェアモントオーキッド、マウラナニオーベルジュリゾーツコレクション、ヒルトンワイコロアビレッジ、マリオットリゾート&スパ、そしてフォーシーズンズリゾートフアラライ、さらにコナの町の方になりますけれども、コートヤードマリオットキングカメハメハホテル、コナホリデーイン、ロイヤルコナリゾート、そしてアウトリガーコナリゾート&スパということでですね、だいたい主要なホテル11個あります。もう少しね、小さなホテルもあったり、あとはですね、お泊まりいただけるコンドミニアムなんかもありますけれども、今回はですね、こちらの11個のホテルで比較をしていきたいと思います。ということでですね、金額の検索条件になりますけれども、5月1日現在ということになります。8月12日から15日までの3泊4日ですね、こちらの金額を比較しております。単純比較なので、キャンセル料金ですね、キャンセルできないよっていうプランもあったり、キャンセルできますよっていうプランもあったりしてね、ちょっと混在はしているんですが、それでもね、この期間で調べられるホテルの一番安いお部屋ですね、だから最低金額がこの金額で比べておりますので、もっとね、上限ある部屋もね、当然ありますので、そういったところでね、一番安い部屋の比較というところでございます。ということで11位から1位まで順番に見ていきたいと思います。ロイヤルコーナーリゾートインカイルアコナですね。ダウンタウンの一番南側に位置するこちらのロイヤルコナリゾートですが、かなりですね、海に囲まれてオーシャンビューの部屋もね、たくさんご用意があります。プールはね、少し小さかったりもするんですけれども、円形の、プールが海沿いにあります。こちらが Google に出てくるですね、ホテルの情報になります。星 4.1 つ三つ星ホテルということですございますけれども、料金表がこちらですね、1泊あたり239ドル20セント、206.76ドルの税金が入りまして、トータルでですね、3泊4日924ドル36セント、こちらが第11位になります。続きまして、第10位、ホリデーインカイルアコナにございます。こちらですね、ダウンタウンから少し入ったところにありますけれどもね、海がね、あんまり見えないホテルではあります。 Google の情報では星 4.1 つ2つ星ホテルということでございます。ホテルの料金はですね、1泊あたり320ドルから291ドルまで、少しね、幅がありますけれども、さらにこれに税金162ドル加えまして、トータル金額1075ドル6セントということになります。続きまして、第9位、アウトリガーコナリゾート&スパ、こちらケアウホーになりますね。こちらもね、かなり海に囲まれて綺麗なホテルになります。もうホテルはですね、270度海に囲まれてると言ってもいいんではないでしょうか。かなりね、海が綺麗に見えるこちらのホテル、マンタが見えるホテルとしても有名でございます。こちらのホテル、 Google の情報ですと星 4.1 四つ星ホテルということでございます。かつてはシェラトンが保有するホテルでございましたけれども、コロナ中にですね、アウトリガーに変わりました。1泊あたりの金額がですね、こちらも差が開きがありますけれども、319ドルから375ドルまで、トータル税金も合わせまして1355ドル39セントということになります。続きまして、第8位、コートヤードマリオットキングカメハメハホテル、こちらもカイルアコナになります。
こちらですね、ダウンタウンの入り口にあたる部分にはございます。綺麗なカイロア湾が目の前にありましてですね、こちらの海、シュノーケルもとてもおすすめできる非常に綺麗なビーチが目の前にございます。 Google で星 4.2 個、三つ星ホテル。ホテルの一泊の料金はですね、$429、税金込みまして $1,596.02ということになります。続きまして7位、ウェスティンハプナビーチリゾートということで、こちらはですね、だいぶ北側にあります。まあ、これ7位にランクインしてるんですけれども、まあ、本当はね、結構もうちょっと上でもね、おかしくないかなとは思ったりしますけれども、 Google サイトで星 4.5 個、四つ星ホテルということで、こちらのホテル1泊の金額が$509.15ということで、3日間同じ金額でした。リゾートフィー、タックス等を込めまして$1,932.74でございます。続きまして第6位、マリオットリゾート&スパ、こちらはワイコロアビーチリゾート内にございます。Google の評価 4.4、 四つ星ホテル。そしてこちらのホテルの1泊の料金が$534.65、これも3日間いずれも同じ料金でした。税金込めまして$1,998.22。第5位、ヒルトンワイコロアビレッジ、こちらもワイコロアビーチリゾート内にございます。こちらのホテルはハワイ島で一番客室の多いホテルになりますけれども、 Google の評価では 4.2、 四つ星ホテル。こちらのホテルの1泊の料金はですね、日にちによって差があります。$584から$487、$100ぐらいのね、開きがございますけれども、トータルが$2,093.81でございます。続きまして第4位、フェアモントオーキッドインマウラナニリゾート、こちらも綺麗なビーチが目の前にございます。Google の評価では星 4.6 個、5つ星ホテルということでございます。こちらのホテルの1泊は8月12日だけ高いですね、$782、その他は$539ということで、トータル金額が$2,359.35でございます。続きまして第3位、マウナケアビーチホテルということで、今回ご紹介するホテルの中では一番北側に位置しているホテルでございます。マウナケアビーチというビーチが目の前に広がっています。白い砂浜の綺麗なビーチになります。こちらの Google の評価は 4.6、 四つ星ホテルということでございます。一泊の料金一律$764.15でございます。税金込みまして$2,704.22ということになります。第2位、マウラナニオーベルジュリゾーツコレクション、こちらは世界三大パワースポットの一つ、マウラナニのところにございますけれども、非常にね、こちらも綺麗な海とフィッシュポンドが近くにあるパワーみなぎる場所にございます。こちらのホテルは2018年19年頃に大きなリノベーションを行いまして、かなり綺麗になってランクが上がったホテルにもなりますけれども、 Google の評価星 4.6 個、5つ星ホテルになります。1日の宿泊料金が$857.22、こちらは3日間とも同じ料金でございました。税金込みましてトータル$3,192.81でございます。そして栄えある第1位はフォーシーズンズリゾートフワラライ、カイルアコナの街と
ワイコラビーチリゾートのねちょうど間ぐらいにありますけれども、こちらのホテル星 4.7 個、5つ星ホテルの評価を受けています。一泊の料金がなんと1635ドル、1565ドルということで、もうめちゃくちゃ高いホテルになっております。トータル金額がですね5644ドル88セントということになります。はい、ということでこういったね、お盆休みのランキングになりました。ちなみにですね、今のゴールデンウィークの5月4日から5月7日の3泊4日の料金もですね少しご紹介させていただきたいと思います。その金額がですね、ロイヤルコナリゾート3泊で1135ドル98セント、ホリデーイントータル879ドル60セント、アウトリガーコナリゾート&スパ合計1579ドル23セント、コートヤードマリオットキングカメハメハホテル1631ドル42セント、マリオットリゾート&スパ1928ドル4セント、ヒルトンワイコロアビレッジ1528ドル77セント、フェアモントオーキッド2774ドル63セント、マウナケアビーチホテル3181ドル43セント、マウラナニオーベルジュリゾート&コレクション4204ドル86セント、フォーシーズンズリゾートフアラライ7019ドル14セントということでございます。はい、ということでハワイ島の西側の主要なホテル11個の料金の方ねご紹介しましたけれども、実はですねコロナ前とですね金額がねだいぶ変わっております。2倍近くに、ね、なってるホテルもあるかとは思うんですけれども、まあ、コロナがきっかけでホテル料金もねだいぶ上がっておりますので、なかなかですね、まあ、来にくい状況になってしまったかなというふうに思いますけれども、検索日によってはですね料金多少差があったりですね、まあ、順位もね結構入れ替わったりもしますけれども、おおむね大体この金額で今のところですハワイ島のホテルの料金が、まあ、こういったところになります。もちろんですね今回ご紹介してない11個のホテル以外にもですね、まあ、小さなホテルあったりして、ご紹介したホテルよりも安く泊まれる場所があったりですとか、あとはですねコンドミニアムとか、まあ、もう少し安く泊まれる場所があったり、 B&B いわゆるね民泊の部分ではですね、まあ、かなりね安く泊まれたりする場所があります。150ドルぐらいで一泊ねお泊まりいただける場所もね結構ありますので、まあ、そういったところをねご活用いただければ、まあ、多少はですねハワイ島旅行の費用を抑えられるかなというふうに思います。これからですね僕のチャンネルでは B&B のねお部屋紹介なんかもしていきたいと思います。ハワイ島で、そういったね宿泊施設やられてる日本人の方もね結構いらっしゃるので、まあ、そういった方たちとですね、まあ、ちょっとコラボさせてもらってお部屋紹介なんかさせてもらえたらね、いいなというふうに思いますので、 やられてる方はですねご紹介してもいいよという方いればですね、ぜひねメッセージの方インスタグラム等でね、直接ダイレクトメッセージいただければ幸いでございます。少しでもですねハワイ島を身近に感じて、まあ、なかなかハワイ島のホテルの料金が値上がりしてね、まあ、少しハワイ島旅行を遠のいてしまったような気もしないでもないですけれども、まあ、お得に泊まれる方法もね、あったりしますので、まあ、そういった情報を発信していきたいと思いますので、ぜひですねハワイ島に来てハワイ島の素晴らしい自然を味わっていただきたいなというふうに思いますので、引き続き僕の YouTube 楽しみにしていただけたらと思います。では次回以降もお楽しみに。マハロー。